I told you every single time, don't you worry. You would always call me at the wrong time, so you could know what I was up to. Oh, don't you get that it's just stupid. Hey, just hear me out. It's been a while since we were good, so why we dragging out when we've been doing everything we could? I don't wanna feel so lonely. 始まるよ。それではコインが机を貫通するマジックの解説スタートです。まあ、子供騙しといえばそれまでですが、子供を騙せるのであれば習得しておいて損はないですよね。使用するのはお好きなコイン1枚のみです。もちろん財布の10円玉でもいいので、ぜひお手元に用意して手を動かしながらご覧ください。まずこのマジックでは机にコインが乗っている状態からスタートします。いきなり机にコインを置くのは不自然なので、例えば小銭を何枚か机に出して見ている方にどれがいいか聞いてからマジックを始めると、自然な流れでセッティングすることができます。実演ではコインを右手の親指と人差し指の間に挟み、左手でコインをつまんだふりをしつつ出現させていました。ここからコインを取り上げるわけですが、実際には手の中は空、コインを取ったふりを行うわけですね。ここを自然に見せられるかが一つ重要になってくるわけですが、そこまで心配する必要はありません。すごく簡単な練習方法があります。机の上にコインを置いて実際に取り上げてみてください。おそらくほとんどの方が手前に引いて取り上げるはずです。この動きを何度か行ったら、手前に引いてきたタイミングで今度は膝の上に落とすだけ。取り上げる時と同じ動きをするだけでいいので、すぐにそれっぽくすることができると思います。このマジックでは落ちてくるコインを左手でキャッチして、コインを持ったまま机の下に回していました。これで貫通現象としては成立しているわけです。どうせならもう一工夫、貫通する直前までコインを持っているような錯覚を起こします。そのために重要になってくるのが音ですね。これを先ほどの取った振りとスムーズにつなげることで、非常にリアルな錯覚を引き起こすことができるわけですね。さて、いよいよ貫通させましょう。右手の指で押し込むような動きをするのと同時に、机の下でコインを押し付けます。するとここでも音が鳴り、机を見るとコインが消えていて、机の下に貫通しているというマジックになります。理由をつけてコインを机に置く、取った振り、下から叩きつけて押し込む、この一連の動きがスムーズに行えるまで練習してみてください。ただ、普段マジックをしない方がコインを落とす動きに抵抗を感じる気持ちもわかります。なので、その解決法として別のやり方を追加しておきますね。コインを親指とその他の指でこのような形で持ちます。このコインを取りに行きますが、ここで持っていたコインをポトッと手前に落とす。こうすることによって下に落とさなくても貫通現象を起こすことが可能になります。コツは無理にコインを落とそうとするのではなく、指の力を緩めて自然と手の中に押していくイメージをするといいです。上から見られなければ指がカバーとなってコインは見えない状態、さらに右手にミスディレクションがかかっているので心配せず堂々と行いましょう。このスタートの方法だと特に理由を説明しなくても、ポケットからコインを取り出してすぐに行うことができます。ただ少し角度に弱くなったりと一長一短ではあるので、どちらの方法も試してみて自分に合う方だけを使うというのもありですね。逆に連続して2種類のやり方を行うことで、見ている方の一歩先を行くマジックを行うことができると思います。またこれはちょっと未定の話なんですが、近いうちに透明なガラスの机を貫通させる方法も解説する予定なので、お楽しみに。今後もこのチャンネルでは、あなたがやってみたいと思うマジックを僕のできる限りの力で分かりやすく解説していきます。視聴者さんの反応が動画作成の大きなモチベーションになっているので、この動画がためになったら高評価チャンネル登録よろしくお願いします。それでは